伊勢谷佑介48歳、神で埼玉風の長期抜衣装を着こなす撮影風景に反響、悪痛を思い出しました。俳優の伊勢谷悠介48が26日までインスタグラムを更新。公開された撮影風景に反響が寄せられている。この日、伊勢谷は学芸大学にある古着屋エンドレスの清水君がかねてからモデルをやってほしいと言ってくれていて、このたびやっと了解し、 撮影風景をちら見せですとつづり友人からの依頼でモデルを引き受けたことを報告まだ本番の写真も見れてないですが近日中に公開すると思いますそれにしても清水君のモチベーションが高くて来てる方は大変だすと続け撮影の様子を複数枚アップしたそこには中世貴族のようなひらひらの袖付きブラウスや白いビッグハット革のブーツなど 奇抜なアイテムを身につけた伊勢屋がさまざまなポーズを決める姿がさらに4枚目のカットでは毛塚のついたマントを羽織った大道芸人風ファッションの伊勢屋が店の2階の窓の手すりに腰掛けているところを捉えたアングルも公開されている20年9月に大麻取締法違反の容疑で逮捕され同年12月に大麻取締法違反で懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けた伊勢屋さんですが 今年3月公開の映画、ペナルティループで俳優復帰を果たしました。その後、作品出演のニュースは聞こえてきませんが、SNS を通じて発信されるプライベートの様子を見る限り、幅広いジャンルの人たちと交流を持ち、気ままに旅行や趣味のサーフィンなどを楽しんでいるようです。今回モデルを引き受けた古着屋さんは伊勢屋さんが日頃からひいきにしている店だそうで、 少々厳しいオーダーでもいらえてあげたいという思いがあるのかもしれませんね。一般人には到底つこなせそうもない奇抜な衣装も、伊勢谷さんが着るとありだな、と思えてしまうのが不思議です。女性誌ライター。この投稿に対し、ファンからは、かっこいい王子にしかできません。本当にハッと似合う。いつももう、いろんなテイストのお洋服すべて着こなしてて素敵です。これは伊勢谷さんしか似合わない、なんだかもうオブジェ。 と好意的な反応が寄せられているほか、阿久津を思い出しました、と、伊勢屋が演じ、黒いシルクハット姿で強烈なインパクトを残した映画、勘で埼玉、18年、後場解放戦線リーダー阿久津翔役を想起する声も上がっている。昨年公開の第2章、勘で埼玉、琵琶湖より愛を込めてへの出演は叶わなかったが、3が実現すれば、復活もあり得るのかも。